はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴沢良治でございます。年賀状ありがとうございました。レザーレブル様、ユーミ様、津島陽子様、陽一様、へのへのも平次様、京子様、達夫様、人生二巡目様、栄子様、誠にありがとうございました。年賀状を読ませていただきます。解決張真央様、新様、敏子様、西川様、正幸様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金の方にさせていただきたいと思います。NHK がですね、受信料そのままでスクランブル放送になったら、契約数半減という、いずれ半減っていうサンプル調査結果に、経営委員会を青ざめさせて、NHK はですね、スクランブル放送は絶対拒否するぞって方針固めました。全国あまねく良質な番組を届ける義務、放送法15条を盾にとってですね、あまねくって書いてあるんだからスクランブルはダメだとい う論理で抵抗しておるわけなんですけれども、まあスクランブル放送絶対拒否の方針 NHK、 そんなことすれば NHK 崩壊すから、まあどんな組織でもですね、売上半分以下になったら崩壊しますもんね。固定費はそんなに急に減らせませんもん。急にスクランブル化したとしたらですね、まあ新規契約を強要して回ってる集金人はいなくなりますよね。なんで集金人で訪問させて、まあやってもいいんだろうけど、なんでなの、風当たり強くなって集金人がいなくなる、あるいは今ほど激しい勧誘をしなくなる、居座ったり脅したり嘘ついたりね、銀行引き落としやカードで支払ってる層は気がつかずに払い続けそうですね、しばらくは。だって今と状況変わんない。相変わらず毎月引き落とし、毎月じゃない、2月に1遍ずつ NHK 料金引き落とされて、NHK を見てる層はですね、気がつかず払い続けそうなんですけど、まあ、集金人が強引な訪問しなくなるんで、新規契約数は半減どころじゃないでしょうね。他のサブスクの方が断然お得だし、アマプラ、ネットフリ、D アニメ、なんていうのも断然お得ですしね。あとは支払う層、気がつかずに支払ってる層もだんだん減ってきます。それは年間140万人の自然な減少っていうのが日本にはありまして、まあ老衰であるとか、ご寿命であるとかで、亡くなる方が年間140万人ね。で、この層、気がつかずに支払う層と大部分被ってますんで、年々減少してくると思います。これを補う新規契約が望めなければ、だんだん減ってきますよね。そのうちいずれ半減する。半減どころじゃないかもしれないですね。今のバカ高い受信料で、あの程度の映像ではね。大体ですね、NHK は商売がたき、ライバル企業がいないんで、受信料、やりたい放題に、ぼったくり価格に設定してんですよ。そんでなければ、社員一人当たり1800万も平均で払えません。多くの人が、NHK なくても全然困んねえな、っていう事実に気がつくのが、まあ、一番痛いでしょうね、NHK にしてみればね。なんだ、いらねえじゃん。民放とネットの記事で十分じゃーんっていうことでね。3月にスクランブル化要求でもやります。やろうと思ってます。こっちはそれがですね、NHK 解体デモだっていうのを知ってますけど、まあまあ沿道でですね、デモを見かける皆様は、NHK なくすべきとまでは考えている方が少ない。特に高齢者さん。高齢者さんのNHK 信仰っていうんですか、 NHK を信じる気持ちは未だにものすごく強いんでね、 NHK でやってたらそれは真実って思う方が異常に多い。で、NHK 解体しろってデモやったらどうなかっていうと、そういう人らの反感買うんでね、NHK が好きな人の反感買うんで、まあスクランブルしろ、まあこっちはこれが NHK 解体デモだって知ってますけど、まあ過激なデモって思われないようにオブラートに包みます。よろしくご参集くださいませ。それまでに私右胸
右肺がひしゃげてちっちゃくなってんで、回復しなくちゃなーって、思っております。今日の体調は昨日よりマシであります。吐き気止めもらった薬聞いたんだが、しゃっくりも止まりました。相変わらずちょっと胸がムカムカするんで、食欲はないんですけど、おにぎり食えました。昨日は何も食えなかったな、ヨーグルトだけでな。1月7日、昨日ですね、日米2プラス2会談開催されました。これは防衛大臣、外務大臣、それぞれの日米の国務長官、国防省長官と2プラス2ですね。ミサイル攻撃に対抗するため、あらゆる選択肢を検討と米国側に伝えた、米軍側の攻撃能力、自衛隊側の防御の役割分担の見直しを日本側が要求と。国防長官、同盟の戦力体制を最適化するとして、異論は挟まなかった。むしろ賛成。同日出した共同文書でも、役割、任務、能力に関して調整が進んでいると、肯定的結論ですね。まあ結論は、米国は、日本が敵基地攻撃能力を持ち、攻撃することを認めている。むしろそっちの方から言い出したのかもしれないな。防衛費なるべく減らしたいから、日本の、もう頑張っちくれよ。攻撃すんの、やってくれよ。で、むしろ向こうから、言い出したの、持ちかけたのかもしれません。でなければですね、岸防衛大臣が去年の10月に早々とですね、敵基地攻撃能力保有を検討とは言いませんからね。まあむしろ米国側から持ちかけたんじゃないかと私は思っております。中国共産党、これに対して敏感に発表しておりました。王副報道局長、偉いんだね。つまり報道局のナンバー2ですから、中共のね、日米2プラス2会議は中国内政に乱暴に干渉した。どこが。嘘でっち上げて中国を非難しており、強烈な不満と断固反対を表明する。日米豪は自由開かれたというが、実際には徒党くんに武力をひけらかしている。なんか子供が言ってるみたいなこと言ってますね。北朝鮮みたいなこと言ってますね。そろそろいずれ北朝鮮みたいに、無慈悲な鉄と火の雨を降らせるかなんか言い出すかもしんねえな。吠えまくっておりました。ネットの反応です。お前ら関係ないから、不満だからなんだってんだ。イライラが止まりませんな。なんでそんなにビビってんだよ。日本がどこと首脳会談しようが勝手だろ。うわー、北朝鮮にそっくりや。また強烈な不満と断固反対放火。お前らが変な調節しなければいい話。徒党を組めるお友達がいないんだろう。北朝鮮とロシアと徒党を組めばいいだろう。韓国レベルの脊髄反射とか劣化著しいな。林が外務大臣だったから心配だったが、結果往来みたいだな。まあ誰が外務大臣になってももう決まってたことなんだとは思いますけれどもね。我が帝国もですね、敵基地攻撃能力に関しては着々と準備中ですね。まあ以前の発表ですけど、防衛省がですね、射程1000キロのミサイル導入します。出雲で F-35B の発着訓練しましたとかいろいろやってますんでね。攻撃能力のどど部分を米軍と分担するかはまあ機密ですよね。目に見える部分でもいろいろとやっております。ミサイル撃たれてから米軍の到着待ってたら、基地のミサイル撃ち尽くすまで撃たれっぱなしになっちゃうもんね。飛んでくるミサイルだけ撃ち落としてればいいっていうもんではないですよね。ね、向こうのミサイルの手持ちがなくなるまで、黙って見てんのもどうだって話。北朝鮮が栄にですね、ミサイル発射してた時の福島みずほが、上空でミサイルを撃ち落としたら、破片が降り注いで危険かなんか国会で言ってしまってですね、直撃する方が被害甚大だろ。一度呆れておりましたけれども、今回中共が盛大に発表してる割に、朝日とか毎日とかの国内のスパイどもの反応が薄いんですけど、産経新聞ぐらいしかこのことを報道してないせいでしょうか。中共から知り合いが来てないのかなって思ってたらですね、日刊現代がちょろっと吠えておりました。この国はもはや中国の脅威さえ持ち出せば、
何でもありの状況だ、中国と対峙し戦闘ポーズを取っているも見せるほど危険で、人権を無視した振る舞いもない、何が危険でどういう人の人権を無視してんだかさっぱりわかんないですけど、人民の人権でしょうか、これ。これ死後違いってやつですね。日本の左翼メディア、スパイメディアの常套手段で、日本人の人権を無視じゃなくて人民の人権ね、曲がりなりにも窮地を堅持してきた国と、何かといえば戦争に訴える国の、これ米国のこと言ってますね、価値観が同じであるわけではないだろう、日米軍の緊密化が痛く気に入らないご様子の現代、吠えまくっておりました。ネットの話です。赤狩りセニア、中国に攻め込まれて対抗するための準備だよ。準備しておかないといざという時困るでしょ。最後はアメリカ頼みなんだから当たり前だろ。合同演習なんてしょっちゅうやってるじゃん。中共の脅威については書かないのは公平性を欠く。中国だって台湾侵攻準備してるだろ。まあ日韓現代の本音はですね、ズバリこうですね。日本人は黙って殺されてる、抵抗すんだっていうのがズバリ本音ね。なので日本の防衛全てに不満を漏らすと。まあ現代は中共のスパイ以外に何者でもない、新聞ですらないんですけどね、実は日刊現代は。ここも朝日同様ですね。スパイ防止法で逮捕者続出、会社そのものが消滅しそうですよね。私夏の参院選に出馬する予定ですけれども、スパイ防止法作れ、言って回ろうかと思っております。朝日とか毎日とか現代は私のこと嫌がんだろうな。まあ書いて靴座ってとんでもない奴がいるっていう、書いてくれたら嬉しいんですけど敵に嫌がられるほど名誉なことはないっすからね。まあまあ頑張って参院選いろんなことを訴えかけたいと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。